あなたはその使命を忘れ、国民から目をそらし、自分の利益だけを見つめてきた。謝ってください。この国で懸命に生きる全ての人に心の底から詫びてください。2021ミス・ティーン・ジャパングランプリはエントリーナンバー8番鈴木明さんです。本当に嬉しくて、番号を呼ばれた時はえって本当に実感がなくて、でも今こうしてここに残れたことは本当に本当に嬉しいです。もう応援してくださったみんなに、特に家族に、グランプリになることができたよって報告したいです。特に新垣結衣さんと中条あやみさんに憧れていて、モデル活動もしているのにドラマや映画 CM とかでも活躍していて、私は変顔とかもう NG なしのモデルや女優さんになりたいです。ちょっと変顔やってみてください。あ、いいですか。いきます。結構ガチ。すごい。ここに来るまでは本当に緊張していて、グランプリになれなかったらどうしようとかすごく不安で、でもここに立ってみると緊張より楽しいっていう気持ちの方が大きくて、自分を発揮できているのかなって思って、自信はありました。特技披露は100点満点だと思っていて、でも私の演技を見てくれて少しでも面白いなって思ってくれる方がいたら120点だったと思います。いや、びっくりしました。迫力ありましたからね、はい、圧倒されちゃいました。はい、素直にお芝居がすごく上手だなと思いましたし、声量もすごく声が出てましたけど、今のそのシーンを演じるまで、そこに至るまでの自分の考えっていうのを聞いて、あきらちゃんのなんかすごいしっかりされてるんだなっていうのを改めて感じましたね。なんかそれプラス演技なんだけど、ちゃんと説得力があって自分の言葉にしてるなっていう、だからなんか政治家にも向いてるんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。反動めちゃぶりがすごい。本当に嬉しくて、もう、頭の中何も分かってないけど嬉しいです。素晴らしい。さすが、対応できる。すごい。間近にね、隣に芸能人3人いらっしゃいますけども、改めていかがですか。見た時に、うわ、顔ちっさって思って、隣に並んでいいのかなって思って、今も緊張してます。好きな女優、新垣結衣さんって言ってましたけど、それはそれでいいんですけど、そう聞かれた場合は嘘でもここにいる3人の誰かを答えた方がいいですよ。ドラマとかギルティ見てました。あ、無理しなくて大丈夫。見てました。使い道はまだちゃんと決まっていなくて、でもハワイとか普段行けないところで使ったり、あとまた新しいヒールとかこれから使う機会とかあると思うので、今全部こうやって使うって決めるんじゃなくて、その場に応じて、あ、次はこれが必要なんだなとか決めて使っていきたいと思います。素晴らしい。すごいね。